はい、どうも皆さんこんばんは、監督です。今日は2月1日でございます。もう2022年もあっという間に1ヶ月が経ちました。もう時間が過ぎていくのも早いですよ。シーズン始まるまであと2月、3月、4月と、もうあとちょっとで始まってしまいます。今日はいいや、今日はいいやって思ってるあなた、もう時間がない。今始めましょう。今からトレーニングを始めましょう。やってなかった皆さんもまだ間に合います。今から始めましょう。はい、ということで今日は2月1日ということで、ハムストリングスのトレーニングをやっていきたいと思います。今日も2分です。タバタの半分、ハーフタバタで2分だけ頑張っていきましょう。それでは早速やっていきます。レッツ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 走る介護チャンネル。ソースカツとキャベツと、この世の誘惑をすべて断ち切る男、福井県在住監督。この男が放った一言で陸上部のみんなを競技場へと変えた。早くなりてえだろ、欲しけりゃくれてやる、読み覚ませ。まずはガチガチのハムストを手に入れるからだ。陸上部員は陸上競技場を目指し夢を追い続ける。要はまさに陸上部。ありったけの力をハムストに込めて、しっかりとお尻を上げた状態で、地面を押しながら膝の曲げ伸ばしを行っていきます。ヒップリフトを行ったまま、ずっとかかとで地面を押しながら膝の曲げ伸ばしなので、ハムストリングスに、すごくエキセントリック収縮が、かかっていくことになります。こういう収縮の仕方が、短距離走の中での動きにすごく近いと、言われていますので、怪我予防、そして、ハムストの強化ということが期待されるかなと思います。2セット目、2セット目になってくるとですね、私のハムスト、バーストしてしまいましてですね、お尻が1回1回伸ばした時に下がりすぎてしまうという事態が起きてしまいました。一度今お尻をポンポンと叩きましたけれども、そんなんでは呼び起きないのが僕のお尻でございます。ハムストはもう釣りそうでした。はい、次、次はですね、立った状態でハムストに、刺激を入れていきます。バランスボールを、どっか壁でもいいです、どっかにちょんと置いてもらって、そのバランスボールをかかとでグッグッグッと押していくような動作になります。これはハムストリングスだけではございません。お尻でしっかりと後ろにキックするイメージで動かすことによってハムストから、臀部にかけて強い刺激が入ってくるかなと思います。はい、オッケー。はい、うまくいかなかったからちょっとイライラしてますけれども、気持ちを切り替えて逆足やっていきましょう。ここもですね、走りに近い、筋肉への刺激になります。しっかりと、バランスを取りながら、片足でバランスを取りながら、上半身がグラグラしないようにしっかりかかとで、ボールを踏むようなイメージでグッグッグッと押してください。踏もうとするとどうしても背中が丸くなったりしがちなので、そこ注意しながらやっていってください。以上でございます。お疲れ様でございました。